初見では心配になるインコちゃんの謎。赤星インコちゃんのお顔、かわいいですね。そんなかわいいお顔を構成する羽毛にはチークパッチとスロートスポットという2種類の特徴的な模様がありますよね。インコ用語ではポッチとも呼ばれるかわいい羽毛なのですが、寒雨期などにはいつの間にかなくなってしまっていることがあるのです。もう生えてこないのかなと少し悲しくなったりもしますが、安心してください。全く同じ場所に同じように生えてくるのです。さらにポッチは赤星インコちゃんの飼い主さんにとってはまさに幸運の羽とも言うべき、見つけるのが困難なレアな羽でもあるため、コレクションする飼い主さんも後を絶ちません。そんなレアな羽毛であるチークパッチとスロートスポット、あなたも見つけて幸せになりましょう。あなたが初見で心配になったインコちゃんの謎はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。